はい、こんにちは、116インズです。先日ダルビッシュ選手と異例の長期契約を結んだパドレスですが、またもインパクトある動きに出てきましたね。今日パドレスはサードのマニー・マチャドと11年総額3億5000万ドルの契約延長に合意したと ESPN のジェフ・パスタン記者をはじめ報道が出ました。契約にオプトアウトはなく、全球団へのトレード拒否条項も盛り込まれているようですので、契約が終わる2033年シーズン終了時にはマチャドも42歳となることも踏まえますと、残りのキャリアをすべてパドレスでプレーする意味合いも含まれた契約となりましたね。契約延長は今期からスタートのことで、マチャドは2018年オフにパドレスと結んだ契約があと6年と1億8000万ドル分残っていましたので、今回の契約による追加分は実質5年と1億7000万ドルとなるわけですが、先日のダルビッシュ選手との契約延長に続いて結構な額のコミットをパドレスしてきました。今回はこのパドレスとマチャドの契約延長を中心にお話していこうかなと思っています。マチャドは2018年オフにパドレスと10年総額3億ドルの大型契約を結んだスター選手で、パドレスに移籍してからも大きな怪我なく毎年ほぼフルシーズン出場。移籍後4年間の通算のウィンザボリプレイスメントは 17.6 と、これはこの期間中 MLB 全内野手中8位の好成績となります。マチャドがパドレスと最初に契約を結んだ頃は FA 市場がかなり冷え込んでいて、彼のようなスター選手であっても実際に契約を結べたのが2月と遅かったんですが、ただそこからマーケット環境も変化し、 FA 契約も近年高騰。10年契約の途中ではありますが、マチャドは契約途中にオプトアウト、 FA となれる権利を今季オフに有しており、ここ数年の彼の活躍ぶりからして FA 市場に出れば今の契約以上の金額を手にすることはほぼ確実な状況であったことから、マチャド自身今季オフにオプトアウトの権利を行使する意向を明確にしていました。そのためパドレスはマチャドの引き止めに今回成功したというわけですね。ただ契約延長の交渉はあまりうまくいっていないのではとも伝えられていました。先日ダルビッシュ選手との契約延長をまとめてから、パドレスは開幕までにマチャドとの契約延長に続いて動くだろうと報道が出ていましたが、マチャド側は野球に集中するため契約延長交渉の期限を開幕よりも早い2月16日に設定していたようで、その時点でのパドレスのオファーは現在の契約に5年1億500万ドルを追加するもの。元々の契約と合計すると11年総額2億8500万ドルと、ちょうど今オフパドレスがザンダーボガツと結んだ契約に近い額なわけですが、今季オフの FA 市場はマチャドと並ぶライバルの内野手もいない状況も踏まえますと、さすがにこれで合意とはならなかったと。契約延長の期限として切った日付を過ぎてしまったことからちょっと不穏な感じも流れていましたが、パドレスがおそらくそこからマチャド側が納得するような水準まで金額を上げる姿勢を見せたことで、当初の期限は過ぎてしまったかもしれませんが、今回こうして契約にこぎつけることができたんでしょうね。そんな感じでマチャドとの契約延長も無事決まったわけですが、しかしパドレスのここのところの長期契約構成には正直度肝を抜かれています。これで40代以降も契約を保証した選手はマチャドで早くも3人目となりましたし、ボガーツ、ダルビッシュ選手、マスグローブ、もともと長期契約で囲んでいたタティスジュニアも含めると、4年後の2027年までパドレスは5人の選手に贅沢税の計算においては1億2000万ドル近いお金を出費することになりましたし、また10年後の2033年時点であっても3人の選手に対して約8200万ドル。もちろんパドレスがこれだけの長期契約を連発している背景には、贅沢税の負担を少しでも下げながら今勝てるチームを作りたい意向があるので、当然かなり先の未来まで負債が残ってしまうのは承知でやってるでしょうが、そうは言ってもこんなに思い切った長期契約、普通のフロントだったらなかなかできないですよ。パドレスのサイドラーオーナー、そして AJ プレーラー GM2 人揃って肝が据わってますよ本当に。なんなら贅沢税下げたいから長期契約してると言ったそばですが、もはや贅沢税もお構いなしになってきたんじゃないかという気すらしますよね。贅沢税の計算においては選手の実際の年俸ではなく、契約1年あたりの年俸が計算の対象となるため、契約の年数を伸ばすことでその額を下げることができる。イメージとしては負担を薄く広く伸ばすことが制度上可能となっていますし、パドレスもそうすることで贅沢税の負担を減らそうと努力しているものと思われます。ただ今回のマチャドとの契約延長によって、パドレスの贅沢税計算上のペイロールは2億7300万ドルをわずかに超過したとファングラスは推定していまして、この推定通りであれば贅沢税課税ラインである2億3300万ドルを4000万ドル以上超過したことになります。4000万ドル以上を超過すると課税割合が上がるばかりでなく、翌年のドラフト最上位指名権の順位が10個下がるといったペナルティがより重くなることになるんですが、今のままだとパドレスはこのラインに引っかかってしまうと。一応贅沢税計算上のペイロールが確定するのはシーズン終了後でありますので、ここからシーズン終了までに2億7300万ドルを下回ればそういったことにはならないんですけれども、コンテンダーのパドレスはむしろトレードデッドラインなどでさらに補強するでしょうから、正直これ以上下がるビジョンがあまり見えません。これまでフロントも2億7300万ドルのラインを気にしながら動いていたと思うんですが、マチャドを残すためであれば超えることに対する OK がもしかしたらオーナー側から出たのかもしれませんね。
もちろんパドレスフロントとしてもドラフト指名権のマイナスも背負いたくないでしょうし、できることなら2億7300万ドルのラインを下回りつつもマチャドとの契約延長をまとめるのが理想だったと思いますが、そうも言っていられない事情もありました。それがメッツの存在です。メッツはコンフカルロスコレアにサードを守らせようとするなど、サードを強化したい意向は明白であり、仮にマチャドが FA となっていれば間違いなく真剣に獲得に動いていたはずです。パドレスもここのところはかなり財布の紐を緩めているところでありますが、とはいえ MLB 一裕福なメッツのオーナースティーブ・コーエンとの札束バトル一騎打ちではさすがに分が悪いと。パドレスが本気でマチャドを引き止めたかったのであれば今動くしかなく、それがたとえ贅沢税のペナルティが重くなるという結果を招いたとしてもやるしかなかったと思いますし、それだけパドレスとしてもマチャドの力はチームに不可欠であると感じているんでしょう。マチャドとの契約延長によってパドレスは開幕までの宿題はとりあえず終わらせることができましたが、次にパドレス関連で気になるのは2年後に控えるフアン・ソトの FA ですかね。ソトはナショナルズ時代に15年総額4億4000万ドルのオファーを断っている選手で、マチャド以上に引き止めるのは難しいと考えられ、特にマチャドと契約延長した今、財政面などから普通に考えたらその難易度はさらに上がったようにも思いますが、なんか今のパドレスならやりかねない状況な気も個人的にはするんですよね。皆さんどうですか？もちろん何の根拠もないんですけど、この流れで行っちゃう気もしなくもないんですよね。ここまで来たらとことん今の野手スター軍団を可能な限り長くサンディエゴに留める姿も正直見てみたい気持ちも一野球ファンとしてありますが、パドレスは外に対して今後どのようなアプローチで行くのか、こちら注目したいポイントです。そしてもう一点、マチャドが2023年オフの FA 市場に出ることなく終わってしまったため、今季オフの野手の FA 市場、大谷選手への注目が俄然高まりそうですよね。もともと今季オフの野手の市場は大谷選手に加えてマチャドとラファエル・デバースが最注目選手みたいな印象でしたが、マチャドとデバースが揃ってコンフ契約延長をしてしまいましたので、打線を本気でアップグレードしたいチーム、まあ大谷選手を獲得するとついでに先発陣も大幅なプラスとなる、なんともお得な感じもありますが、打線を強化したいチームを中心に大谷選手の獲得戦線は加熱しそうですよね。特にマチャド獲得に動くはずだったメッツは大谷選手獲得へシフトしてもおかしくないですし、来季ペイロールが一気に開くドジャースも移籍先候補としてはしばしば名前が挙がるチーム、契約総額は4億ドルを優に超えて5億ドルとか、あるいはそれ以上になるんじゃないかとまで言われたりもしますが、 FA 市場の注目を今年の冬、今まで以上にさらに集めることとなりそうです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。